珍しい。ありがとうございます。はい、はい、国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊すということで、令和元年9月の14日16時03分であります。千葉県の柏警察署に来ております。まあ、事の発端というのは、サーファーたかしという名乗る方が、YouTube 上で9月3日に大橋をぶっ壊すという発言をしています。でこれはもう明らかに大橋正信ですね、柏市議会議員のことを指して、殺人の予告をしているということになりますので、脅迫罪刑法222条の脅迫罪が適用されるかと思っております。で、本人に確認電話で確認したところ、まあ、大橋しか言ってないと、まあ、こう言ってるんですが、タイトルに N 国党まで書いてますから、もう N 国党の大橋っていうのは大橋正信君しかいないっていうのは、これはもう容易に特定できると思います。で、まあ、民事と刑事と両方進めようと思ってるんですけども、これね、サーファーたかし君は今年の8月14日に僕の会いたいということで参議院議員会館までお越しいただいて一緒に記念撮影をしたり、サインまで僕出してるんですけども、書いてるんですけどね、もうやってることがちょっと分かりません。どうも二瓶文孝議員かなと連絡を取ってですね、ちょっとその N 国の裏切りっていった人たちと大味方をしてですね、もう彼がありがとうございます、ありがとうございます、彼が一体何をしたいのかっていうのは僕は正直分かりませんが、まあそれは彼の意見は置いておいてですよ、僕は彼の正直くだらん意見を聞くほど暇じゃないので、置いといてですね、今回のこの大橋をぶっ殺すであるとか、まあ、ミキティという言い方をしてますけども、新宿議会議員のこうごめんなさい、松田美樹議員に対して性的な発言ですね、ちょっともうもうこれこそ下品極まりない発言をされていますけども、まあ、つきまといであるとかストーカー規制法であるとか、まあ、いろんな各種ちょっと今そこはそっちについてはですね、また別途今考えているところですけども、まあ、少なくとも大橋をぶっ殺すと、ぶっ殺すっていう表現はですね、しかもツイッター上には昨日ですね、蹴飛ばしたら、蹴りを入れたら骨折するかもみたいなことまで、書いてます。で、サーファーたかし君がですね、それに対して反省や謝罪とかをしてるんであれば、こういう警察への被害のですね、相談というか、刑事告訴状の受理っていうのもですね、今、まあ、ちょっと警察沙汰になっているので、ちょっと明細詳細は言えないんですけども、彼に対して、まあ、ビビってないんだったら住所、いわゆる犯罪をしてないと思うんだったらね、違法行為をしてなければ民事裁判をするので住所と名前を教えてくれとこう出してるんですけども、それに対しては応じないと。で、最終的に今日の2時36分一応最終確認ですが、謝罪するつもりはないんですよね、まあ、本名でサーファーたかしさんと、今謝罪するなら刑事告訴や民事裁判はしませんがどうしますかというショートメールを打った後、返事が連絡がありません。でもうこれは致し方がないということで、まあ、刑事事件ということで今ですね、訴えをさせていただいて、この後こちらは弁護士をしっかりと選任をしてですね、やっていきたいと思います。でこの後ちょっともう刑事事件になっていますので、こちらとしては情報の発信はできないと、まあ、この被害の相談というか被害に関しての相談に今来ていることを言うまでで、この後、まあ、おそらく僕は刑事告訴状の提出になろうかと思っていますが、そうなると事件については喋れないということになります。で、このサーファーたかしという人物は一般人でありますので、事件のこと自体を本名を出してあげることもこちらが名誉毀損になりかねないので、ちょっとね、どれぐらい報告できるかについては弁護士さんと相談しますが、まあ、いずれにしても気持ちが悪い、まあ、もう普通にキモいですよ、あれは。
ただ気持ちが悪い人物としか言いようがありません。モテないんでしょうね。僕も本人あのサングラス取った顔も見てますけど、なんか筋肉うんぬんとか言ってますけど、本当にあの女性はね男性の筋肉に惚れるんじゃないよサーファー君。中身、君に彼女とかいたりとか奥さんとかね、もうあの動画を見たらもうこれはもう 100% と言っていいよ、女性はもうもうだだもうあかんやろ君。ちょっとさすがにもう君のような人間に俺はツーショット写真撮ったりとかサインをね書いたっていうことについてはもう本当情けない。2人で1時間40分ほど話させてもらったけど、あのもう普通に気持ちが悪い人ですよあなたは。あのだから僕はもうこれ以上もうあと警察やそういうね必要な、試食の手続きで連絡をすることがあるかもしれませんが、もうこれで終わります。もうあなたとの付き合いは終わりです。そういうね、こういう裁判以外のことについてはもう連絡取りませんので、以上でございます。千葉県柏警察署前より、国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊す。